おはようございます。炭水化物です。今日もね、自転車でね、走っていきたいと思っております。天気は晴れ時々曇りといったところでしょうか。今またね、骨館に来ております。今日はね、ここから道志道の方にまずは走っていって、最終的にはね、富士宮に行きたいなと思っています。ちょっと富士宮に、まあ、とあるお好み焼き屋さんがあるんでね、お好み焼きでも食って帰ってこようじゃないかと、そういう今日は旅でございます。じゃあ早速ね、走っていきましょう。またね、詳しいルートとかは走りながらご説明いたします。骨館をまずはね、走り抜けていきましょう。自転車はクラストバイク、まあ、久しぶりにロードバイクを引っ張り出してこようかなとも思ったんですよね。ちょっともうこいつで走りたくなってしまったので、今日もノーリスタで頑張っていきたいと思います。早いね、ロードバイクは。さすがにロードバイクに追いつこうという気概は本日はございません。あー、セミ鳴いてるね。あー、でも結構山の方は雲出てますね。ちょっと天気が心配。おっつつつつということで、尾根間も走り終わって今道志道の方を目指して西に走ってます。今日の目的地は富士宮って言ったんですけど、ルート的には道志道を通ってで山のここまでそのまま行って、そこから富士山を半時計回りに、つまり北側の方からね、回り込んでいくと。で、最終的に富士山の西側を南の方に南下していって、富士宮に到着と。そんなルートでございます。結構今日も暑くなる予定なんで、まあ、あんまり無茶せず走っていきたいと思います。夏バテになったらね、途中で帰りましょう。ああ、気持ちいいね。結構風が出てます。ああ、でもいいですね。山が見えてきました。やっぱ夏の山というのはいいですね。今日そもそもなんで富士宮に行くのかっていう話をそういえばしてなかったんですけど、富士宮にですね、伊藤っていうお好み焼き屋さんがあるんですよね。で、そこにちょっと行きたいなと。で、なんかゆるキャン見てる人だったらご存知だと思うんですけど、ゆるキャンの2期でなでしこがですね、ソロキャンに行くわけですけども、そのソロキャンに行く途中でね、お好み焼き屋さんに立ち寄るんですね。それが今から行くところです。まあ厳密に言うとモデルになったと言った方がいいかもしれないですね。まあ結構有名なお店らしいんで、まあ並ぶかもしれないんですけど、まあ時間帯的におそらく着くのが夕方ぐらいになると思うんで、まあ空いてるといいなと思ってます。よっしゃー、道志道入ります。415号線。さて、ここから山中湖をひたすら目指していきます。おそらくここから50キロ弱といったところでしょう。上り基調をやっていきます。まずは約30キロ先の道の駅を目指しましょうか。いやー、もう大変です。自転車が重いんで、坂道が。今日は結構交通量も多そうですね。天気もいいんでキャンプ日和です。いや、多いな本当に本当に多いな。一つ目のセブンイレブンが見えたらね、そこでまずは休憩していきましょう。1回目、そこを逃すとね、もう当分休憩がありませんからね。着いた、セブイレ着きました。見えてきました。すんげえ暗くなってます。ということで、あっち休憩してみましょう。じゃあ休憩も済んだんでね、そろそろ走っていきましょう。人が多すぎてトイレにすら行けなかったですね。よいしょ。まだまだ先は長いですよ。いや、この辺りは日陰になっていてめちゃくちゃ涼しいです。すごい調子がいいわ。いやー、いい景色ですね。今のところ熱中症の気配もなく順調に走ってきてます。時刻はもう9時を回ってます。まああと2時間もすれば山中湖に着くかなというところじゃないかと思います。あー、ほんと涼しい。めちゃくちゃ涼しい。あー、気持ちいい。ですね、まだまだ夏ですね。もう8月末ですけど、火薬200円を超えております。ガソリン価格が世紀末でございます。黙々と走っております。道の駅まであと何キロかは分かりません。サイクルコンピューターがないんでね。体感あと15キロぐらいかな。一休み一休み、今日に輪行のね、準備を詰めてます。
なんかもう一回り小さい輪行バッグ欲しいんだよな。小さすぎるのとちょっと大きすぎるのと、1日走って輪行して帰るぐらいだったらこんなでかい輪行バッグいらないんですけど。なんかあそこに吊り橋が見えますね。あれあれかな、いつも通るところにあるんです。吊り橋か。ああさっき上から見えた吊り橋これですね。橋名渓谷遊歩道野原吊り橋。こんなのあったんだ、知らなかった。何度も通ってるのに今更こんな道があるのを知りました。もうちょっと奥に行くとまた別の吊り橋があるのは知ってるんですけど、この吊り橋は初めて見ましたね。高すぎる。うわ揺れてる揺れてる揺れてる。いい景色ですけど怖いです。ちょっと高所恐怖症なんで帰ろう。怖い怖い。ちょっとこの先にね、面白そうな道がこの先にあったんでちょっと走ってみたい気持ちもありましたが、今日は先を急ぐことにしましょう。ということで続きはしていきます。宗像市村役場のあたりまで来ました。おそらく道の駅ももうあと5キロぐらいじゃないかなというところまで来ているんじゃないかなと思います。正直よく分かってませんが、距離はどんどん気温も上がってきて、日向はかなり今気温が高いです。ここまで来ればもうちょっとじゃないか。めちゃくちゃ気持ちよさそう。川入りて。釣りしてますね。釣れるんですかね。今のところカゴの中に魚が入っている様子はありません。まあでも川の中に入れたら気持ちいいだろうな。はあきつい。道の駅同士まで2キロ、ようやくここまで来ました。よっしゃー、もう一頑張り。ちょっとね天気が若干怪しいですかね。少し陰ってる気がします。結構左の方とか、まあ、右もそうだけど厚い雲が立ち込めてますね。いや雨が降らなければいいですが、富士山の周りで。今日ちょっとねレインコートを持ってきてないので、なんとか到着。あーきつかった。大変混雑しており、あでも思ったほど混んでないな。疲れた。よし、ロードバイクは5台、バイクはめちゃくちゃ止まってます。この競技人口の差です。来たー。うん、うまっ。信じられないぐらい涼しい。さっさと行きましょう。あとはね山伏峠を頑張って登ったら山中湖はもう目の前です。ただ天気がかなり怪しいです。よっしゃ行きましょう。ひたすら黙々と登っております。いやちょっと失敗したかもしれないなと思ってるんですけど、思った以上に涼しすぎます。多分まだ標高800メートルぐらいで、まあ、これから当然1000メートルぐらいまで行くんですけど、山中湖なんでね相当涼しそうですね。これ山の方上の方は上着を持ってきてないので、まさかこの真夏にね凍えるとは思ってないので、まあ、大丈夫でしょう。雨が降らなければ多分大丈夫なはず。あそれにしても登りがきついって。ゲジェでももうすぐ頂上に着くんじゃないかというところまでは来てます。なんかさっきまでちょっと寒すぎるから不安だみたいなこと言ってたんですけど、どうやら心配なさそうですね。日向が暑い。このカーブを抜ければもう終了です。登り切りました。いやもうここまで来ればあとはもう富士山の周りをねぐるっとして終わりです。まあ距離的にはよこれでちょうど半分ぐらいですかね。ここまででだいたい80キロから90キロの間ぐらいだといったところです。ちょっと体が冷えてはいけないのでこのまま下っちゃいます。よいしょ。寒い。いや寒い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 。いややっぱり寒いわ。いやウィンドブレーカー持ってくればよかったな。さすがに今日は雲で隠れて見えないですね。まあ、そりゃそうかといった感じですが、ちょうどあの辺りにね富士山があるはずなんですけど、今日は雲の上です。はい、ということで道志道はこれにて終了です。この信号を右に曲がって川口湖方面に行きましょう。対向車線がとんでもない渋滞です。めちゃくちゃ綺麗。なんか気球が飛ぼうとしてますね。あー気持ちいい。富士山、雲で隠れて見えない。
いやー、ここはめっちゃ気持ちいいね。いつ走っても。まあ、この手前にね、ちょっと上りがあるんですけど。で、下ってこの急にね、景色が開ける感じ。最高です。ここ一番好きだわ。ちょっとここでね、写真撮っていきましょう。ここに来たらとりあえず写真を撮るっていうのがね、いつものルーティンになっております。ということで、こんな感じです。のどかじゃ、静かです。ちょっと休憩したら行きましょう。ということで、山中湖を離れて川口湖方面に走っていきます。川口湖より手前をね、左に曲がって西側に進んでいきます。懐かしい。ここは私がロードバイクに乗って初めてパンクした場所ですね。あ、痛い痛い痛い。で、そのね、右側の道路脇で YouTube を見ながらパンク修理してたら、ロードバイクに乗ったお兄さんがやってきて、大丈夫ですかと、なんか長い時間あーだこーだやってますけど大丈夫ですかつって手伝ってくれたっていうね、思い出の地でございます。いや、さすがにね、もうパンク修理ぐらいは一人でできるようになりましたよ。道の駅富士吉田まで来ました。前富士市した時はね、ここからスタートしましたね。その時の富士市の時のルートと、ほぼほぼ同じルートで富士吉田まで行くことになると思います。いやー、気持ちいい。暑くもなく涼しくもない。鳴沢村にイン。あー、暑い。暑くなってきた。もうあと1キロ2キロぐらいで道の駅です。結構ね、登ってます。ゆるーくちょっとずつちょっとずつ朝霧高原に向けて登ってますね。あー、ようやく道の駅に到着です。次の信号左に曲がって道の駅ですね。着いたー。腹減った。シャー、到着。ちょっと日陰に止めさせてもらいましょう。よし、じゃあちょっとね、ここで休憩してちょっとお腹に物入れてまた走り始めましょうか。なんかかぼちゃのおやきみたいなのと鳴沢村産ブルーベリーを使用したスムージーを買ってみました。美味しそう。めっちゃ食べてみましょう。もういっぱいいっぱいまで入ってるわ。いや、あっちの方からヤバい雲来てますね。こっちの方は大丈夫かな。よし、ではそろそろ走っていきましょう。なんかね、雨予報が出てきて出始めてるんですよね。15時くらいからかな。まあ、まだ13時過ぎなんでまだ時間はありますし、あと40キロぐらいなんでね、あと2時間ぐらいですかね。しかも下り基調ですから、よいしょ、2時間もかからないかもしれません。いやー、天気やばいですね。これ雨降るかもしれませんね。富士宮はもしかしたら降っている可能性もあります。いや、ちょうどね、こっちの方だと思うんですよ。真っ黒ですね。まあ、いずれにせよね、行くしかないんで、もうここから帰るためにはもう富士宮に行く以外の選択肢ないんでね、頑張りましょう。鳴沢氷穴のあたりに来ました。超涼しいです。なんならちょっと寒いです。鳴沢氷穴は一度だけ行ったことがありますね。ちょうど今走ってるこのあたりのね、左側かな、富士の樹海です。かなり有名な。確かにうっそうと茂ってますね。あー、気持ちいい。あー、気持ちいいとこ来た。せせなみ橋という橋らしいです。ここがね、めちゃくちゃ最高。左は富士の樹海です。これ左、右に曲がると正直です。元須まで4キロか。元須湖、元須湖来ました。これを設置したら元須湖です。まあ、今日はね、湖を見に来たわけではございません。お好み焼きを食べに来たわけですから。いや、今日臨時休業とかね、もう売り切れですとかね、そういうのだけはちょっと怖いですね。いや、かすかに元須湖は見えてるんですけど、ちょっとさすがにカメラに映らなさそうです。ちょっと雷が鳴ってますね。もう目の前が真っ黒です。雲がいよいよ朝霧高原です。普段なら絶景なんですけど、ちょっと今日はね、天気が悪いんで霧がかってるかもしれません。しゃあ、ここまで来ればあとは比較的下りが多いはず。おお、やば。ちょっと待って、今の見た、映ってないか。稲光が見えました。富士山は相変わらず雲の中です。雨が降った形跡があります。いやー、いいね。天気が悪くてもここは絶景です。気持ちいい。皆さん、僕はこの後絶対雨に降られると思います。うわー、あー、やばい、降ってきた降ってきた降ってきた。やばいやばいやばい。いやー、もうちょっと標高落ちてから降ってくれたらな。
結構今気温が低いです。この気温で雨に降られるのはちょっといただけないですね。急いで下っていきましょう。朝霧公園道の駅に寄りたいけどスルーです。ちょっとこれは一刻も早く降りてしまった方が良さそうです。多分この後もっと激しくなると思いますね。いや普通に雨です。人によっては土砂降りと解釈できるレベルです。いや着替え持ってきてよかった。後ろのバッグの浸水が心配です。大雨です。これはさすがに私の解釈的にも、大雨と土砂降りです。あやば、川の上を走っているような感覚です。いや久しぶりですねこの大雨。この感じ箱根以来です。これはひどい、これはひどいです。とんでもない雨だ。いやただね前の方だいぶ晴れてるんですよね。なので雨雲を抜けることができれば天気が良くなるかもしれません。その口の中に何なのか分かんない液体がいっぱい入ってくる。これは雨水なのか泥水なのか汗なのか。さあさあ日は差してきましたがまだ雨は少し降っています。お雨が止んだか、かなり収まりました。いやヒルクライムでダウンヒルなのか助かりますね。この雨でヒルクライムだったらもうちょっと心が折れたわ。それよりちょっと気温が低いのでもうちょっと標高を下げたいです。ちょっと待って、進入禁止、こっから先行っちゃダメなの。いやー焦りました。急に自転車進入禁止の看板が見えて途中で右に曲がらないといけなかったみたいです。いやあれかなりあれトラップだろあれやばすぎる。さてさて間もなく白糸の滝のあたりです。いやーすっかり雨が上がりましたこの辺は降ってないですね。助かった。白糸のあたりまで来ましたがまた雨が降り始めました。やばい、いやちょっと今回やばいぞ。そうしばらくこれ降り続くな。上に分厚い雲がしばらく先までずっとかかってます。富士宮まで下ればもしかしたらって感じですかね。あーでも今は一時的に雨が止んでます。いやーなんで今日ウィンドブレーカーとレインウェア持ってこなかったんだろう。いつもロング走るときはね大体持ってくるんですけど、特に今日は標高高いところ行くのも分かってたから持ってきてよかったんですが完全に頭からすっぱ抜けましたね。さてさてまあ紆余曲折ありましたがそろそろ目的地に到着するんじゃなかろうかというところです。おそらく本当にあと数キロといったところじゃないでしょうか。ちょっと行き過ぎないようにだけ気をつけなければいけません。おお、いやー気温も上がってきていい感じですね。ここまで来ればもう安心です。寒い思いをしなくて済みそうです。あーもうびしょ濡れですね。いやーまさに夏の空といった感じです。これはこれで悪くない。さあ服を乾かしていきましょう。猛烈な勢いで服が乾いていきます。さあもう目的地は目と鼻の先です。長かったかな、150キロか160キロぐらい走ってようやくといったところです。まあ今でもまだ時間が14時53分と、まあ、6時ぐらいに家出たんでねまだ9時間経ってないということで結構順調なペースで来れたんじゃないかなと思います。あ、あった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 、着きました。ちょっと自転車置いてきます。お好み焼き焼きそば1等ということでゆるキャンの聖地かな。人が多いんで、いや多分このバス停でなでしか降りたのかな、もしかしたらこの角度かな。この角度がアニメに出てたような気がします。いや感慨深いですね。1年前ぐらいから来ようと思ったんですけどようやく来ることができました。すげーサイン、ここも串ぐれ焼きいただきます。五目焼きそばもいただきます。いやー大満足です。しぐれ焼きと五目焼きそばを食べたんですけど五目焼きそばがめちゃくちゃうまかったですね。細麺でもちもちの麺でそれがめちゃくちゃ美味しかったのでぜひ来たらねお好み焼きと焼きそば食べてほしいですね。これ2つとも頼むとね1人じゃちょっと食い切れないぐらいの量出てくるんでちょっとそこだけご注意ください。と言ってる間になんと雨が降り出しました。こっからねまだちょっと富士駅まで自転車で走っていかないといけないので14キロほどどうしようかなって感じですね。まあ、ちょっと収まるのを待ちましょう。収まるかなこれ。うわー雷が鳴ってる、怖え怖え。いやもうね富士駅までは到底行けるあれじゃないので、近くのね西富士宮駅っていうところで、臨行したいなと思います。
とんでもないスコールだ。さあ着いた、到着。これ輪行する場所あるかこれ。ということで、まあちょっと余裕ありましたが、なんとか駅に着くことができました。ここからね、もう輪行して今日は帰りたいと思います。今日は160キロぐらいかな、走って富士宮にお好み焼きと焼きそばを食べに行くという、そんなライドでございました。じゃあまたね、どっかのロングライドでお会いしましょう。お疲れさまでした。やろ、これ絶対着替え濡れてるやろ。